王霊人僧は、金ウ月下トリカブト族の多年草。地下の根茎は開根を作らないで垂直に伸びる。茎は直立して、高さ50から100センチメートルになり、茎の上部や花柄には曲がった毛が生える。長い傭兵がある、根室用は、直径20センチメートルの大型になり、7から9中列し、列片は、さらに浅列し、列片の先は尖る。 根室用は花時にも残る。花期は7から8月。茎先に長さ約30センチメートルになる細長い草状果樹をつけ、単紅色の花を多数つけ、下側から咲く。兜状の花びらに見えるのは学片であり5枚あり、1個の花の高さは2.5から3センチメートルになる。花弁は頂き学園の内側に隠れ。 花弁の身部は長さ8ミリメートル以上あり、花弁の巨は長さ4ミリメートル以上に伸び、巨の先が著しく内側に曲がる。湧水に毛はない。日本では本州の中部地方以北に分布し、亜鉱山帯から鉱山帯、時に山地帯の湿った草地、林園などに生育する。和妙王麗人層の 霊人とは、兜状の花の形が、武学の奏者である霊人がこうむる冠に似ていること、また、同族の霊人僧より、全体に大きいことによる。種商名、飯沼へは、江戸時代の本奏学者、飯沼翼祭への懸命。本種は、エゾ霊人僧エイギガスの変種として扱われてきたが、角田雄一の研究によって、エゾ霊人奏と本種はそれぞれ独立種とされた。 その編集名バリエーション、本土遠世を書の階級の種商名に組み替えると、三宅渦へ本土遠世と同名となってしまうことから、ド田は本種を最初に記録した言ヌ沼を記念した、えイ言ヌ沼へとした。ありがとうございます。